ウィーバーショーよ、ゾンビに。ということで、まあウィーバーショーよ普段出現しない、まあここが彼の家なんだけど、普段いなくて全然見えない。ただこのウィーバーにポレステレンを渡すっていう時に、あ、ムービーを入る。あ、ムービーカット。で、その後に、あの、火炎瓶、ナパム火炎瓶の威力を試すってなって、まあ、このうちウィーバーが出てきてくれんだよね。悪い、ぐらついてるだけだ。で、まあ、こう、ついてく感じなんだけど。ポリスチレンは方向属炭化水素で、ガソリンは単純に脂肪属炭化水素なんだ。言いづらいだろう。違う、わざわざ汚さなすると、こうまたムービーが入ってヒーハーすんだよね。ほほほだったらヒーハーじゃねえよ。っしゃ見たか、ナパーム火炎瓶、戦争に勝つための秘密兵器だ。すんげー兵器持ってっからね。化学式を微調整すれば。で、この後ウィーバーは消えるんですけど、よし行くぜ。まあこの時ね、なんか走りはできないんだけど、あのバイクにはなんか乗れるので、あっちに行く前にこう運びましょう。それでなんだっけ。あのこの運び方は、あのお風呂お姉さんが教えてくれた運び方ですね。おお、何？させるか。走り出した。やめろ。これは難しい。走る敵なんて見たことない。あれ、なんだっけ？ポリスチレンは方。それでさっきの続きは？ポリスチレンは方向属炭化水。それでなんだっけ？ポリスチレンは方向。回り込まれた。悪い、なんだっけ。ポリスチレンは方向属炭化水素で。うん、フェンスを越えればこっちのもんな感じするけど。やばいやばいやばい。それでなんだっけ。ポリスチレンは方向属。ポリスチレンの説明できねえじゃん。もうポリスチレン方で止まるときもあるから、ポリスチレン方形化合族かかったと思う。ポリスチレン方形家族かと思ったわ。撃たないな。少尉のことはあの発砲しないようですね。なんてやろう。これはむずい。あそこ出れ、こいつの力だけでは出れないな。うわ、出ろよ出ろよ。うまいこと壁抜けさせてやんないといけねえこいつ。いやあ。悪い、なんだっけ。ポリスチレンは方向属炭化水素で、ガソリンは単純に脂肪属炭化。それでなんだっけ。やりやがる。ポリスチレンは方向属炭化水素。あんな動き見たことねえ。うわー、またか。何の話だっけ。まあ上から落とそう。そんなにお望みなのか。悪い、なんだっけ。まあ常識だな。クソ、俺のことたぶらかす気か。頭いいな。今だ。おいっと、ゲートを閉めろ。あれ、あとどこに向かうか知らねえけど、ゲートを閉めろ。カスだもん。あとついていきゃいいんじゃない俺。おなんかもうウィーバーの冒険始まりましたよ。あとはゾンビ君に遭遇していただければ問題ない。どこに行くというのだね。まあおそらくこうぐるっと回るはずなので、多分
ねえ、そんだけ距離があればゾンビと1回ぐらい遭遇するでしょう。俺が誘導しなくても。じゃあ分かった、もう分かったよ。バイクから降りよう。ちょっと待って、ちょっと待って、ウィーバーに走られたら終わりだ。俺も徒歩しかできねえんだ。バイク降りて正解だったのかこれ。俺も動き徒歩しかできねえ。これウィーバーの罠な気がしてきた俺。ちょっと待ってくれ、ちょっと待ってくれ。お前こう回ってくんじゃねえのかよ。なんか元のとこに戻り始めてんだけど。やべ、これウィーバーの罠じゃねえかこれ。おいおい、ふざけんなよ。バイク置いてきちゃったよ。あ、でしょでしょ、渡れないよこんな、ほぼ海だもんだってこれ。ほら、大事な火炎瓶がびちょびちょだよ。そうそうそう、ほぼ海だからさ。ほらほら、もう泳げませんから。さすがに、ここから帰ろうっていうバカはいねえだろ。え、死んだ？ちょ、待って、死んだんだけど。え、ウィーバーって死ぬん？ウィーバー死んだんだけど、おい。誰が後片付けすんねん、俺。ナパーム火炎瓶の威力を試す人いなくなっちゃったんだけど、大丈夫これ？あれ？ウィーバーって不死属性じゃないの？ウィーバー死んじゃったんだけど。私は数々の青い色がついてる人間を無理やり運び出し、倒そうとしてきたんですけど、倒せないと思ってたんだけど、実は倒せんのかな。え、いいのかな。まあ、とりあえずウィーバーいねえけど来てみました。あれ、罪じゃねこれ。ムービー入んねんだけど。耐えられない。あ、積んだ。まあ、ウィーバーはね、でも作中で一瞬だけ出てくるんですけど、ウィーバー確かに殺すことできんだよな。あの最終決戦の時にウィーバー一応倒すとか、敵、うん、倒すシーンがある、倒せるシーンあるな。でも可愛いねこのお姉ちゃん、エアーオークマンじゃん。このちょっとランニングしてるの可愛いわ。ゴミ集積所で何をやった時を思い出す。だが、うおお！ちょっとさっきからなんか跳躍力すごくないですか。頭もいいし、跳躍力、ジャンプ力も高い。ちょっとね、ウィーバーはね、ただものじゃないっすね。動きもちょっと俊敏なんだよね。運びづらいだから。うおっ、え、それで何だっけ。ポリスチレンは報告。忍者やろこいつ。今度はバイクから降りねえぞ。ダメだ、ゾンビに襲わせんのは次回かな。ただ青い点が出てんだよな。よし、じゃあ青い点が出てるので一か八かやりましょう。止まってんだよな。確かに体操の時はこんな青い点出なかった気がする。ゾンビ連れてこよう、一か八か。
消えたなこりゃ。このポンコツが